はい、今日はですね、レインボーブレッドに引き続き、レインボーピッツァを作っていきたいなと思います。レインボーブレッドはですね、生地を、カラフルにしたんですけど、ピザの場合は、生地じゃなくて、乗せる具材をですね、カラフルにして、作りたいなと思います。それでは行ってみましょう。ショーゴズライフ。はい。強力粉 200g、 薄力粉 50g、 砂糖 20g、 塩ですね、小さじ2分の1ぐらい、ドライイースト 6g、 水 150g で、オリーブオイルを 20g、 これを混ぜて今日はね、こんな感じの美味しそうな、お野菜たちを、使っていきます。はい、それね、発酵が終わったんで伸ばしていきます。美味しそう。280度で10分焼きたいと思います。ハッピーハロウィーン。はい、ということで、ね、このレインボーって言ったらなんか語弊が出てきてしまうみたいなこともなきにしてもあるって感じですか、ね、美味しい秋を感じられるような、ピザができましたと。はい、それではね、今切り分けたんでちょっと食べてみたいなと思うんですけど、こちらね、湯気が、はい、あ、いいですね、いい匂い。これはもう、いただきます。もうね、かぼちゃだったり、さつまいもだったり、ブロッコリーだったり、もう秋をね、感じられる、秋の味覚って言われるようなものがたくさんね、入ってるんで、一口でね、もう秋を口の中でいっぱいに味わえるような素晴らしいピザなんじゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さんも作ってみてください。ハッピーハロウィン。それでは皆さん、おやすみなさい。